この時間は茨城新聞茨城放送リポートをお送りします。まずはじめに水戸市からのリポートです。里山の豊かな自然環境と生き物を紹介する特別展、里山人と自然がつながる未来へが水戸市内で開かれています。水戸市大町の水戸市立博物館で開かれている特別展の里山人と自然がつながる未来へは、人と自然の共生の重要性を再認識させるとともに、生命が循環する里山を維持する大切さを訴えています。里山は薪などを取る雑木林、稲が育つ水田、水田用の水を確保するため池や水路、屋根の材料となる茅などを取る草原草地から構成されます。特別展で取り上げられているのは、水戸市西部の鳴沢町、又熊町周辺の丘陵地です。雑木林のニホンリスや草原に生息するカヤネズミ、谷の間の田んぼに住むサギ類やヘビ類を剥製や写真パネルで紹介しています。猛禽類コーナーでは、水戸市又熊町の市森林公園で2002年から続けられている渡り鳥のサシバハチクマの観測調査を世界地図とともに紹介しています。これらがフィリピンからボルネオ島、マレー半島、中国大陸を経て日本へ渡ってくるコースも示し、飛行範囲のダイナミックさを伺わせています。たくさん見たことがない動物やいろんな作品などを見てびっくりしました。クワガタガとかの、展示などはよく見るんですけど、なかなかその身近な住んでる場所の昆虫ですとか動物の展示っていうのはないので、今回はいい機会だと思って子どもたちと一緒に来てみました。でなかなかその一緒に自然で子どもたちと一緒に動物や昆虫に出会う機会がないので、そのまだウサギが身近に住んでいるとか、そういうのを実際に話が聞けてすごく勉強になりました。里山近くにはあるけれどよく知らない、どんな生き物がいるのか、テレビでも見ることはあっても大きさや色や形っていうのははっきり間近で見たことがなかったので、見られたらいいなと思って来ました。とっても面白かったです。水戸市内の方にも里山と呼ばれるような自然というものがたくさん残ってまして、そちらに本当に貴重な生き物、今少なくなってしまった生き物もたくさんいるので、そういった生き物を知っていただいて、これからまあ私たちが自然とどのように関わっていくのかというのを考える機会を作ってもらいたいなと思いまして、今回里山をテーマに展覧会の方を開催いたしました。これまでなかなか里山というものを実際に体験して、自然を見てきたという方は少ないと思いますが、実際この博物館に来ていただきますと、その里山に出るきっかけをつかむことができると思います。ぜひ水戸市立博物館の方に来ていただきまして、自然を感じて、そしてその後実際に自分で里山の方に行っていろいろ自然に親しんでいただければと思います。特別展は11月16日までです。続きまして常陸大宮市からのリポートです。常陸大宮市のふるさと祭り大宮ふれあい広場が3日西部総合公園多目的グラウンドで開かれました。今回で26回目を迎えたふるさと祭り大宮ふれあい広場は好天に恵まれ、およそ5万人が来場しました。中央ステージでは市内の園児による和太鼓や郷土芸能などが披露されました。会場では他にもジャグリングやマジックなどの大道芸、世界最長コースでギネスに認定されたミニ四駆大会が開かれました。芝生のステージでは市内の子どもたちによるダンスやマーチングバンドが会場を盛り上げていました。市内の子ども会対抗綱引き大会も開催され、力を合わせて優勝を目指しました。
会場には畳をおよそ60枚使用したジャンボ畳滑り台が設置されました。いつもとは違う感覚に何回も挑戦する姿もあり、また親子で楽しんでいました。迫力がすごかったっていう。滑りやすかった。楽しかったぜ。楽しかったやったぜ。ケツが熱かったぜ。ケツが熱くて。会場のブースには市内およそ82の店舗や団体が模擬店を出展し、農産物や衣料品、工業製品などを販売しました。また10月のふるさと B 級選手権でグランプリとなった大宮懐かしのナポリタンも販売されました。はい、きっかけというか、昔ですね、大宮の小町にもたくさん喫茶店がありまして、そこでやっぱり食べてたナポリタンっていう味を復活して皆さんにも食べていただきたいと思い始めました。特徴はやはり太い麺ですね。太い麺を使ってまして、あとは本当にオーソドックスなケチャップと、まあ、下味いろいろある、隠し味あるんですけれどもケチャップ味っていうことでやってますね。昔ながらのです。本当に鉄板を使ってやっぱりナポリタンを仕上げてるっていうところで、また一味ちょっと違って美味しくいただけるかと思います。昔こうよくねお家で食べたりとか、そういう喫茶店で食べた味なので、やっぱ懐かしいって言ってくださる同じ年代の方はたくさんいます。でも若い人たちにとってはまた新しいちょっと違ったナポリタンとして味わっていただけるかと思います。で、北条大宮のショッピングセンターピサーロ内でフードコート内で営業してますので、ぜひ皆さんいらしてください。続きまして、北茨城市からのリポートです。津波防災の日の5日、北茨城市の大津漁港近くの津波避難タワーで防災訓練が行われました。津波避難タワーは新田浜公園に県内で初めて設置されたものです。高さ10メートルでおよそ50平方メートルの避難スペースに100人ほどを収容できます。大きな地震です。強い揺れに警戒してください。北茨城市立大津小学校の3年生22人は漁業歴史資料館を見学している最中に地震発生の警報を聞きました。揺れが収まると教師や警察官の誘導を受けながら津波避難タワーに向かいました。上上がりますが落ち着いて上がってください。大津小学校の小学生は無事に高台に避難を完了いたしました。どうした経験してよかった。命は自分で守るんだよ、ね。本当に地震や津波が来たみたいに自分じゃ上手に逃げられたと思う。ちょっと避難タワーが高いけど津波や地震に逃げてここに来られるのでとても安心しました。いろんな教育活動で港の近くで子どもたちいろんな見学をしたりありますので、そういった時に対応するためには大切な施設だと思います。地場から近いし、人知れに優しい階段だし、安心できますね、何かあったら。救出救助訓練も行われました。はじめは、津波からの避難中に自動車事故が発生し、車内に閉じ込められた運転手を救出する訓練でした。車では救出に行けない沿岸部に人が取り残されたことを想定した訓練では、ヘリコプターでの救出が行われました。身のある訓練だったと思います。で、まあ、津波対策ということでありましたけども、今本当に日本の中でですね、大自然の災害が発生しております。公開言われてますように、空振り三振はいいんですけども、見逃し三振はしないという中ではですね、この関係、警察、消防、自治体のこの連携がですね、もう非常に重要になってくると思います。階段の一段一段これ低いでしょ。普通の民家の階段に比べてずっと低いでしょ。多分だから登りやすくするようにあえてこういう作り方をしてるんだろうと思うんですね。でもそれは実際に上がってみなきゃわからない、ね、だからやっぱりやってみなくちゃダメなんですよね。でやってみて、じゃあ手すりの高さはどうなの、階段をこう上がっていくのに何分かかるの、ね、ここの場所に来るのに、どのぐらいかかるの、なんか障害物はないの、ルートにないのとかね、そういうのをこう、やってみて問題があればそれを改善していくということが大事なんだろうと思うんですよ、はい、そのための今日は第1回目ということだと思います。
時間が若干かかりすぎたかなと、そんな否めない事実はありますよね。当然市内にこの避難タワーを何機か作らなくちゃいけないだろうというふうには思っています。それとやっぱり訓練は大切ですから、訓練も当然ながら市民はしていかなくちゃならないだろうというふうに思っています。避難タワーは緊急時一時避難のために建設され、先月10月に完成しました。以上、茨城新聞リポートをお送りしました。続きまして、IBS 茨城放送からのリポートを3本続けてどうぞ。この番組は茨城放送スクーピーレポーター老子千穂が県内各地のおいしいお芋を探し求める番組、お芋を求める老子ちゃん、今回はどこに行ったのか。さあ頑張ってレポートだ、おいごちゃん。今日のお芋は何かな。さて、記念すべきおいごのお芋第3回の今日は行方市手賀にやってきました。ワクワクしますね。今日のお芋農家さんどこかな。あ、こんにちは、自己紹介お願いします。こんにちは、野菜ソムリエ農家、はい、野原の野原良一と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今野原さんが作っていらっしゃるお芋は何の種類のお芋ですか。はいはい、ここ見るとさつまいもで、はい、紅はるかって言います。紅はるか、はい、じゃあ早速紅はるか掘っちゃってもいいですか。はい、じゃあちょっと準備しますね。はい、あ、今お準備が始まりました。はいはい、いいですか、取ってもらって。はい、これ周りにそうですね、いっぱい土があるので、なんかすごく深いですね。そうなんです、こんなに深くまで。出てきました。大きい、すごく大きい、立派なお芋ですね。では野原さん、はい、この今掘れたお芋について詳しく教えていただきたいんですけど、はい、特徴からちょっとお話しさせてもらいたいんですけど、はいはい、この紅はるかっていうのはねっとりとした食感が特徴で、はい、それから濃厚な甘みですね、はい、でちょっと冷めてからでもそれでも美味しく召し上がることができるっていう、はい、優れたお芋なんです。冷めてからでも美味しい、はい、昨年の品評会がありまして、そちらに出品して日本一に輝きました。今じゃあこの私の持っている芋は日本一ですか。はい、日本一の紅はるかです。これが日本一の紅はるかです。なんかそういうお話を聞いてたら、はい、ちょっとお腹が空いてきちゃいました。あら、そうですか。はい、じゃあ特別に出しちゃおうかな。あ、いいんですか。焼き芋用意してます。あ、やった。はい、じゃあこちらはね、はい、はい、さっき焼きたての焼き芋になります。美味しそう。食べてみてください。ではこれもう真ん中割っていいですか。はい、わ、柔らかい、割れました。美味しそう。ではいただきます。うーん、甘いですね、すごく。そうですか。はい、よかった。中がすごいしっとりしてます、うん、そうですね、はい、それが特徴ですね。うーん、美味しいです。はい、ありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。野原さん、はい、今後の目標などはありますか。そうですね、はい、この紅はるかを使ったお菓子作りを今ちょっと考えてまして、はい、まあそのお菓子を作って、まあ、和菓子ですとか洋菓子に負けないぐらいのものができると思うんですね、はい、それくらいの評価をいただいてますので、はい、それを使って世界進出とか考えてます。あ、そうなんですね、はい、野原さん熱い気持ちでさつまいも作り取り組んでいらっしゃるんですね。恐れ入ります。お忙しいところありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これからもお芋のお芋も熱い気持ちで県内各地の美味しいお芋を探し求めていきたいと思います。次のお芋は何かな。それでは次のお芋畑へ行ってきます。おいごちゃん、なかなかのレポートだったよ。さあ次のお芋が待っているぞ。行くんだおいごちゃん、このまま突っ走るんだおいごちゃん。
皆さんこんにちは。霞ヶ浦漁業協同組合の今泉です。日本で2番目の大きさを誇る霞ヶ浦では、夏から冬にかけてワカサギ、シラウオ、ハゼなどの漁が盛んになります。その中でも現在漁のピークを迎えているのは川エビです。9月20日に解禁され、1月まで続きます。漁は夜中から早朝にかけて行われます。漁法は底引き漁法です。船から湖の底まで網を落とし、引きながら川エビを取ります。3から4センチほどの川エビの身は透明でとっても綺麗なんですよ。取れた川エビは水産加工所に運ばれ、佃煮などの加工品になります。皆さんもぜひ霞ヶ浦市の川エビをご賞味ください。皆さんこんにちは。カフェカシュカシュの西村です。当店は3階建ての一軒家を利用して隠れ家的なカフェです。子供連れのママたちにもゆっくりしていただけるよう、1階と3階に個室も用意しています。2階にはワンちゃんも一緒に利用できるスペースもありますよ。そんな当店のおすすめランチは、1日限定10食柔らか骨付きチキンのトマト煮プレートです。箸でほぐれるほど柔らかく煮込んだチキンは絶品です。サラダは地元の季節野菜を使用しています。その他にも月替わりのパスタランチもございます。ランチにはサラダ、スープ、ドリンクがついています。筑西市にお越しの際は、筑波山が眺められる当店でゆっくりとランチをお楽しみください。お待ちしています。今日は10食限定の鶏の、なんだろう、トマト煮みたいなやつ、ワンプレートの頼みました。優しい味で、ちょっと田舎なのにおしゃれな感じでした。そうですね、やっぱり子連れで来やすいところですから、こう寝ちゃっても、こう個室なんでこう寝かしとけますし、すごく静かな環境で、その割にちょっと洒落てて友達同士で
利用するには本当魅力的です。